の底力、今日も堂々勝利の大行進。空を焦がした真っ赤な炎は正義を守る光火だ。弱い相手はもう飽きた、強い相手はどこにいる。我ら最強、我ら最強、最強マシンロボ。我ら最強、我ら最強、最強マシン。ジェット、弾薬類のチェック済んだぜ。エネルギーマガジン800カートン、小銃用が1500カートン、バズーカの砲弾が2000カートンとかなり少ない。弾薬はロムとプロトラックが戻ればなんとかなるだろう。問題は短い期間でどれだけ戦えるものが育つかだが。いいか、戦場へ出たら考えることは2つだけだ。自分の身を守ること、そして敵を倒すこと。余計なことに気を取られると長生きできんぞ。これがショットグリップだ。手首の反動で銃がスライドして前に出てくる。装弾数は2発、いざという時役に立つ。どうしたロム。争い事のようだ。ギャンドラーかもしれん。行くか。追ってはおけんだろう。宝石超人の秘密。そろそろバリアーのエネルギーも切れる頃だろう。どっちの一撃で黒子銀やるか見ものだぜ。一体誰だ。危ないところだったじゃねえか。己の力に溺れる者はより大きな力の持ち主の前に必ず敗れ、己が不明を食いる羽目となる。人それを必滅という。一応聞いてやろう、誰だ。貴様らに名乗る名はない。同じく早々のお出ますか。これでも食らえ。今日のところは見逃してやる。運がいいと思いな。負け惜しみの強い奴らだ。怪我はないか。ありがとう。あなたたちは。マウントデビルの洞窟だと。あそこから逃げてきたの。ギャンドラーに追いかけられて仕方なくそこに逃げ込んだんだ。だがそこにはすでに先客がいた。お前は動けないのか。エネルギーが不足してるんだ。このままではバリアも使えない。おっつけ、ここもギャンドラーに見つかってしまう。一つ取引をしようではないか。取引だと。そうだ、私のエネルギーを半分あなたに与えよう。そうすればバリアも使えるだろう。その代わりこの岩を動かせる者を連れてきてほしい。俺がここへ戻ってくる保証はないぜ。大丈夫、君は戻ってくるさ。これでいい。大丈夫か。よし、待ってろよ。必ずこの岩を動かせる奴を連れて戻る。ってなわけさ。頼む、手を貸してくれ。なんとか彼を助け出してやりたいんだよ。で、
でもマウントデビルの洞窟といえば、一歩足を踏み入れるとたちまち体が腐ってしまうという。何よジムったら怖いの。現にこうして帰ってきた人がいるじゃない。ですけど岩石超人は平気でも、我々はひょっとして。ロンより証拠行ってみようではないか。ん、よし行ってみるか。ドリル、プロ一緒に来てくれ。よっしゃ、私も行くわ。兄さん、ロムさん、もちろん私も。ちょっとミンさん、私は身内なんですからね、当然行く権利があると思うけど。あら、ひょっとしてロムさんは未来のダーリンかもしれないもの。私がついててあげなくちゃ。まあ勝手に一人で決めないで。あなたこそ出しゃばるのはやめなさいよ。出しゃばる。やれやれ、また始まったよ。ギャンドラーよりとこずるぜ。くれ、一人でモテやがって。なんだよドリル、うるせん。このよせよジェット。ほら早くレイナとミンを何とかしてこい。あらロムさん。ミン、君は残れ。なぜです？マウントデビルの洞窟など怖くありません。みんなで行ってしまったら残った者が混乱する。いいね。つまんない。闇に消えうせし三つの宝石をガデス様の御前にひれ伏し、その居所を明かすのだ。ブラックホールに飲み込まれながら、強力な妖力を持つ機体生物としてよみがえったグルジオス、宇宙をさすらう宝石超人の行方をその妖力により透視していた。申し訳ございませぬ。何か強い力が邪魔をしており、これ以上は透視できません。死の淵からよみがえった者の妖力にしては何ともお粗末なものだな。何だと。ではお主に分かるというのか。ならばやってみ。己が未熟なる力をさらけ出して私に突きつけてみるがよい。よさぬか二人とも。お、ディオンドラは何か思いついたようだの。お主らがくだらない言い争いをしているうちにな。お前たち、西の砂漠で岩石超人を見つけたと言ったな。は、油断して取り逃がしましたか。それと逃げた宝石超人と何か関係がありまんのかいな。大ありだ。グルジオスの投資を見ていて気がついたのだ。奴の妖力さえ及ばぬ強い力を秘めた場所、西の砂漠の果てには何がある。マウントデビルでっか。その通り。岩石超人はあそこから助けを求めて出てきたのだ。あの中に宝石超人はいる。やっぱりちょっと薄気味悪いわね。お嬢様もやっぱり女の子ですね。このくらい平気平気。頼もしいね。それじゃ一番乗りで行ってもらおう。やった。お、ジム、ジム大丈夫か。平気です、なんとか。どうも変だ。俺が入ったり出たりするときは何も起こらないのにな。相手を選ぶってわけかい。考えすぎだよ、ただの落盤さ。先を急ごうぜ。間に合わぬかもしれんな。よし、行って調べてこい。ガネッサほんまに禁断の地です。タタリア。バカな。おい、また狭くなってるから気をつけろよ。
抜けるんだ。ありがとう。ロム、急げ。ああ、助かったはいいが、これで帰れなくなっちまったな。心配すんなって。いざとなったらこのドリル様が穴を掘ってやら。ドリル、お願いね。オイラたちの体が大好物と見えるぜ。そんなケルロー、しまった。ケルローが、畜生、身動きが取れん。くそー。ああ、どうして俺だけが。悩むのは後にして、何とかしてくれ。え、あ、はい。ロムさん、今自由にしてあげますからね。えい、やった。ありがとう、マグナロック。さあ、あなたの件です、ロムさん。ドリル、チーム、助かった。助かりました。レイナ、プロトラック。ロム、早くしてくれ。よし、チュア。重すぎる。ドリル、チーム、よっしゃ、お任せください。それ、もう一息だ。よいしょ。もう嫌、こんな洞窟。今のうちに急ぎましょう。グズグズしておれんぞ、レイナ。はい。参加風に長時間まともに当たっていると錆びてくるぞ。マグナロックさん、他の道はないんですか。いや、この道しか知らない。よし、俺を盾にしろ。俺の体は錆びはしない。ダメだ、お前の体は小さすぎる。よっしゃ、オイラに任せろ。後に続け。どうだ、なんとか中へ入れそうか。いや、あの入り口はちょっとやそっとで開きしまへんで。何か方法はないのか。ほな、別の入り口を開けたらどないですか。別の入り口だと。ええ、あの上あたりへ。なるほど。さすがナンバーワン、細かいところに気がつく。すぐに爆破の用意をしろう。がでさ、褒められるほどのことか。さあ、何をしておる。おい、こっちです。綺麗。これが宝石超人か。ルビーマン、約束通り助けを呼んできたぞ。すまん。さあ、岩をどかすのを手伝ってくれ。よっしゃ。それおい。ありがとう、感謝する。いいえ、どういたしまして。ロム兄さん、あれを見て。狼の紋章だ。そうか、そのためにこの洞窟には様々な仕掛けがあったのか。どういうことですか。狼の紋章を守るのは岩石超人の役目だったんだ。彼らは自分たち以外の者がこの中に足を踏み入れると撃退するような仕掛けを作ったんだ。それで俺だけが何ともなかったのか。エネルギーは少ないが何とかなるだろう。
腕の錆が治っている。改めて自己紹介しよう。私は宝石超人のルビーマンです。私はロムストール。もしよろしければあなたもギャンドラーとの戦いに加わってください。ぜひともあなたのその力をお借りしたいのです。私の？おやり！ガデッサー！やれ！失礼ぞ、急げ！プルトラック、ブレザーカノンだ！おう！それ！今日も入り口が完全に塞がってるぜ。どうしたらいいの、ロム兄さん。時間切れか。もう穴を掘っても間に合わないぞ。よし、ビッグブレザーカノンだ。それ。くそ、やっぱりダメか。ノヨ。みんな後ろに下がってよ。天よ地よ。火を水よ、我に力を与えたまえ。ハイフォーメーション。どうだ思い知ったか、俺たちの底力、今日も労働勝利の空を焦がした真っ赤な炎は正義を守る火薬だ。弱い相手はもう。ロムの意志を受け、剣狼が空中で光となると、時を超え次元を超え、ファイルフォーメーションは完成する。バイカン風は地上すべてのエネルギーとシンクロし、自然現象さえも変えるパワーを出すことが可能となるのだ。バイカン風！みんな、あそこから外に出られるわ。なんとか助かったぜ。そのいやらしい笑い声はディオンドラね。尻の青い小娘が生意気を追いでないよ。なんですって？違うわい、レイナちゃんのヒップ穴、綺麗なピンク。やめ。お遊びはそこまでにして、その宝石超人をこちらに渡してもらおうか。誰があんたなんかに渡すもんか。いいだ。なめとんのか、こら。行さんの人数に囲まれたらバイカンフもよう手出せへんやろ。さあ早くその男を渡せ。くそー、待つんだ。あなた方には感謝している。しかしこれ以上は望めない。あいつらの目的はこの私だ。しかしな、あんたを渡したからといって済む問題じゃないのさ。そうよ、どっちみち私たちを生かしておくはずないわ。ならば望み通りにしてやるさ。やれ。このれ、誰だ邪魔をするの。ブルージェット参上。ジェット、残念だったな。ディオンドラ、我々にはいつも心を一つにした仲間がいる。おっ、マスクロック。戦いの地に私が来たのはクロスロックの予言があったからだ。宝石の男来たるとき、正義の戦いに加わるべしとな。我らも正義のために戦うぞ。鋼の体も岩の体も心は一つだ。貴様らがここをうろついてたと聞いて参上したってわけさ。おのれ、行け、デビルサタン6。あいな、バイカン風勝負や。
バイカンフ踏み込みが甘いね。来ました、すんまへ引くぞ。あ、待ってな。どうやらディオンドラは失敗したようだ。まことか。宝石超人の一人はロムたちの手に落ちたガルディ・グルジオス。はあ。四つの秘宝の秘密が解き明かされる前に何としても奪い取るのだ。ガデッサ、信頼と友情を誓おう。おい、どこ行く？ロムたちの熱い友情と信頼がついにマスクロックたちの心までも動かした。だがまだ残る多くの謎。宝石超人とは何者なのか。そして今呼び合うように光を放つ竜の兜と一体どんな関わりがあるのだろうか。秘宝の一つ、鳳凰の鎧を持っている宝石超人アンバーマンは戦いを嫌っていた。彼は仲間の宝石超人たちからも心を閉ざし、水晶の城に閉じこもった。このまま放っておいたらギャンドラーにしてやられるのは目に見えている。なんとかしてアンバーマンの心を溶かさなければ。次回、マシンロボクロノスの大逆襲、アンバーを救えブレーザーカノン。いよいよハイリビードの謎に近づいてきたようだな。ジェーン